はい、皆さん、こんにちは。さやです。ですね、ちょっと皆様にお詫びですね。前回上げた動画がなんか途中で切れていて、で、教えていただいた方いらっしゃったので、確認したところ、やっぱり切れていたので、ちょっと一回ね、そちらの動画を消去したんですよ。で、編集し直して、もう一回ね、再アップかけようと思ったら、なんかちょっと動画がなんかね、おかしくなっちゃって、そっちの動画が今見れない状態になってるんですね。なので、今回はその次に上げようと思っていた、ダイソーさんでの購入品を先にね、アップさせてもらいたいなと思ったので、今からね、ご紹介していきたいなと思います。で、今回、本当に私が欲しいものっていうか、今必要なものを購入してきているので、新作っていう枠ではない、まあ、新作も入ってるんですけどね、ちょっとね、新作から離れたものも、混ざっているので、ちょっとね、一つ一つ説明しながらご紹介していこうかなと思います。まず一つ目は、大きいものからいきますね。はい。こちらなんですけど、これはですね、米研ぎ調理ボールですね。はい。ジャンコードがこちらですね。で、これ使ってる方はいらっしゃいますかね？私はこの、お米をね、研ぐのに使おうかなと思って、あと、野菜もね、洗うのに、ここがすごく便利そうだなと思って買ってきました。ここね。で、私、お米研ぐの下手っぴなので、いつもこぼしたりとかってしちゃうのでね、ちょっともったいないなと思ったので、これをね、一つ買って使ってみようかなと思います。続いてはですね、こちらになります。こちらはですね、まあ皆さんもご存知ですかね。私も一つ持ってるんですけれども、このね、ペーパーボックスですね。蓋付き紙ボックス、長方形のローズですね。で、これは一番大きいサイズのものになります。これと、あと、もうちょっと短いのとちっちゃいのの3パターンがあるんですよね。で、私は今回、ちょっとごめんなさい。ちょっと汚れてたね。ここね。見ないで買ってきちゃったから、だったけど。まあでも、内側なのでね。はい。ここね、ここでこうパチッと止まるタイプ。これすごく便利なんですよね。私の小物入れはほぼこれかなと思います。で、まずこれを一つですね、購入してきております。で、続いてがですね、こちらのペーパーボックスですね。こちら200円商品になるんですけれども、インスタでなんか話題だっていうので、私もね、仲間入りしようと思って探してやっと見つけました。で、これは紙ボックスのブック型、2サイズの大きい方ですね。はい。どうせ200円ならね、大きい方買おうかなと思って、大きい方をね、買ってきてみました。で、これね、表も可愛いんですけど、中もすごく可愛いんです。やっぱりね、インスタで話題になるくらいの、あれなので、ボックスなので、可愛いですね。金で、こうね、書かれていて。で、裏側もすごくシンプルなので、これはインテリアとして使おうかなと思います。で、続いてがこちらのミッキーさんになります。ミッキーじゃない。ミッフィーちゃん。ミッフィーちゃんの紙皿になりますね。これはね、ミッフィーちゃんの顔をしている紙皿ですね。ペーパープレート。4枚入りになっております。はい。で、サイズが約 24.5cm×17cm ですね。これはね、いろんな種類あったんですけど、一つだけ厳選してね、このミッフィーちゃんを買ってきました。ちょっとね、これ可愛かったので、置けない。はい。で、続いてがこちらのミッフィーちゃんのペーパーナプキンですね。15シート入っています。
はい。で、うちにあるのは、あ、可愛いですね。ミフィーちゃんが描かれていて、可愛いです。開いてね、お菓子のところに。なんか、要は、ペーパープレートにこんな感じですね。もっと深いやつにね、こうやって置いて、お菓子を入れたりとか、しても、絵がね、すごく可愛いなと思って、買ってきてみました。で、うちにあるペーパーナプキン、表に出しているのはこのね、四つ折りになってるこの大きさ。この、ちょっとちっちゃめなね、ペーパーナプキンを、いつもテーブルの上に置いたりとかして使ってます。はい。で、続いてがですね、こちらのアリエルの巾着ですね。これは新作じゃないんですけど、ちょっとね、入れたいものがあって買ってきてみました。はい。サイズが21センチ ×27 センチ。巾着のアリエルです。ジャンコードがこちらですね。はい。で、これはアリエルだけじゃなくって、他のプリンセスもあったんですけど、このね、アリエルのこの緑が可愛くって、アリエルにしました。これはね、ちょっと大きめなサイズの巾着になってます。あ、ごめんなさい。ちょっと入れちゃった。はい。で、これはね、初めて見たので買ってきてみました。ボールペンですね。ボールペンのユニコーンですね。はい。で、これね、このサイズと、あ、サイズじゃない。このユニコーンと、もう一つね、柄違いのユニコーンがいました。こんな感じで。これは、ちょっと見えづらいよね、ペンだからね。これはね、紫なんですけど、ピンクかな？ピンクもあったのかな？柄違いってユニコーン違いのね。がありました。で、続いて、こちらもちょっとね、初めて見たので買ってきてみました。これね、メモパッド。クラフトメモパッド160枚入ってるんですよ。すごいですよね。多い。ちょっと、はい、ぼやけとる。ちょっとね、大きいサイズになってるんですかね。ちょっとね、サイズの方がね、書いてないんですけど、あ、飛べちゃった。普通のメモパッドよりは、サイズが大きい、正方形の形のメモパッドですね。ね、中は真っ白ですね。こんな感じ。真っ白です。でもね、すごいツルツルしてて、メモ帳、書きやすいメモ帳かなと思います。ね、結構ね、160枚入ってる割には、薄さも、まあ、厚さもね、まあまああるような感じですかね。で、これね、表紙が可愛かったので、一つ買ってきてみたんですけど、これね、メモ帳、ちょっと重いですよ、でも。160枚も入ってるので。で、続いてがね、リピート商品になります。こちらの、ノートですね。40シート。綴られているノートになります。はい。閉じノート。で、私、このね、この柄のノートがすごい好きで、ね、すごくボールペンで書いてて書きやすいんですよね。中の、この紙が。で、裏向けしちゃうので、マーカーとかでね、引いたりすると裏抜けしたりとかするので、基本ボールペンと、あと細い色ペン。うん。こんな感じのね。細い、こういう細い色ペンとかで描いたりする分にはいいんですけど、普通のマーカーでこうギュッと線引いちゃうと裏抜けしちゃうのでね。私は基本的にはボールペンで書いたりしてます。で、これは予備で一つですね。予備で一つ買ってきました。
で、新作、あ、これもね、初めて見たので買ってきました。これ、可愛くないですか、これ。これは、ブロックメモのもっちりフレンズ、400枚入ってるみたいです。ちょっと、ジャンコード見えますかね。で、ちょっと開けるとね、これと綴られてるとは思うんですけど、ちょっと怖いので、このままでいきます。これね、このうさぎ以外にも、他にも、もっちりフレンドのシリーズのキャラクターの絵柄があったんですけど、今回はね、一つだけ買ってきました。で、続いてがこちらのシールになります。はい。あら、これ同じの2つ買ってますね。同じ柄2つ。なんてこった。ケーキ柄ですね。こんな。可愛いですよね。カラフルなカップケーキとか、ドーナツとか。ですね。これ間違って2つ同じ柄買っちゃった。ちょっとね、同じところに収納しておこうかなと思います。で、続いてがこちらのタッパーですね。プラスチックコンテナ。コンテナ？合ってる？はい。こちらのジャンコードですね。密閉容器 750ml ですね。で、これはね、何に使うかというと、私のお弁当箱壊れちゃったので、私のお弁当箱にしようかなと思って、これを一つ買ってきてみました。大きいんですけどね、ご飯の傘少しこうね、少ないにして持っていこうかなと思います。これね、4箇所のロックなので、汁物っていうか、あんまりね、こう漏れたりしないような気がしてね、結構ガッツリ止まってる感じの容器なのでいいかなと思って一つ買ってきてみました。で、続いてがこちらのマスキングテープになります。これ可愛くないですか。4つ入ってるんですよね。で、ジャンコードがこちらですね。で、これはマスキングテープの A ですね。で、柄がこういう柄で入ってるみたいです。ね、4つ。ユニコーンとスケートとか、と基本的にはユニコーンですね。ユニコーン。ピンクのユニコーンさん。で、これはね、白押しがされて、キラキラしてるような感じのユニコーンとか。でもね、星が白押しされていて、すごく可愛いなと思ったので、一つ買ってきてみました。で、次がですね、こちらのマスキングテープになります。彩り帯シールですね。縁飾りタイプだそうです。こうかな。で、これもね、お正月のめでたい感じのね、マスキングテープになってます。絵が取れちゃった。はい。こんな感じでね、金でキラキラになってますね。これも結構可愛い。なんだろう。うん。粘着力も結構ありますね。そしてこれね、なんか紙みたいなやつで曲がってるので、一回これ取っちゃうと大変かもしれない。しまっておくのに。はい、しまって、ちゃんとね、しまっておこうかなと思います。で、続いてがこちらのポチ袋です。可愛くないですか？シナモロールちゃん。初めて見つけたかな。キティちゃんとか、
キキララちゃんとかそういうのはね結構あるんですけど、このねポチ袋でシナモちゃんっていうのは初めて見ました。ダイソーさんでポチ袋8枚とシール8枚ですね。ポチ袋も最近ね結構買ってたりはするのでいっぱいあるんですけど、まあ何かしら使えるのでね一つ買ってきておいてます。で続いてはこちらなんですけど、ラベルキーパー、皆さん見たことありますか？私初めてね見つけました。5個パック5個入ってんですね中に。で一応これもね手芸用品の枠に入るんでしょうね。このクリップにラベルを挟んで毛糸に引っ掛けられるみたいですね。南郷針で編むとかっていうのをね忘れないようにこうやってキープしとくのかな。でもこれ他にも使えそうですよね。猫型ですごく可愛いですよ。ね、で続いてがこちらの、はい、ユーアグラムのアイシャドウブラシの A ですね。アイシャドウブラシがもうなくなってきていたので、なくなってっていうか壊れちゃったのでね一つ追加で買ってきました。最近またユーアグラム新しいこれ種類出てますもんね。ちょっとそのうちね買ってこようかなと思います。で続いてはこちらの私が愛用しているスモールピンですね。約85本入ってます。でセリアさんとダイソーさんどっちでもこのピンをね見つけたら買うんですけど、このスモールピンとこれ短い方なんですね、とあと普通の長さのピンの2本をいつもねヘアアレにするときは使ってます。はい。で続いてが新作ですね、こちらのジップバッグの B ですね。トイストーリーのロッツォのジップバッグになってます。これ待ちなしですね、はい、でこれはなんだっけ、バズもあったかな、バズとあとエイリアンもあったんですけど、私はこのねロッツォだけ買ってきてみました。最近ジップバッグもね買いすぎですはい。でこれはね下から開けるタイプですね。はい、こんな感じになってます。で私はこれでね、これ職域に職域っていうか仕事でね他の会社さんにお邪魔した時に飴配ったりするんですけど、ご契約いただいているお客様にこれに飴とかコンペイトーとかを入れて配ろうかなと思ったので、ちょっとね大きさちょうどいいかなと思って買ってきてみました。クリスマスなのでね、たまにはこういうキャラクターもので渡してもいいかなと思って一つ購入してきました。で続いてこちらのねジップバッグなんですけど、プーさんなんですよね、クマのプーさんで6枚、あごめんなさい。こっちのね、ロッツのジップバッグ6枚入りになってますね。で、こっちもね、プーさんも6枚入りの待ちなしになってます。のジップバッグなんですけど、やっぱりねこの入り口がちょっと狭めです。狭くって縦に長い感じですね。こんな感じなので、マステ巻き巻きしたやつを入れたりとか、こう長さがあるものをね入れたりするのにはいいのかなと思ったんですけど、ちょっと今のところ使い道がねわからないっていうかわからないです。今のところ、
使い道探しながらね、ちょっと何かもね持っとけば使えるかな。続いてはね、初めて見ましたこちらのクリップになります。モチーフクリップのこれですね、ネオンクリップ。これ可愛くないですか。ちっちゃいサイズなんですよ。で、大きいサイズで2つ入りっていうのも売ってました。これはね、ちっちゃいサイズなので4個入りになってます。もうね、ちっちゃいクリップなんですけど、可愛いですよね。これ、お裾分けファイルのワンポイントに可愛いなと思って買ってきました。こういうね、なんだろう。ちょっと、可愛い、こういうなんか化粧品っていうか、香水瓶っていうかね。こういう感じの柄って、飽きがないっていうかね、流行り廃りがないような感じの柄なので、可愛いですよね。色はね、ピンクと黄色と水色と緑、薄い緑になってますね。これの4パターンと、あとはこちらになります。はい。モチーフクリップのパステルコスメですね。これはね、ちっちゃいタイプの4個入り。で、大きいタイプの2つ入りもこっちも売ってました。これは開けなくていいですかね。ピンクと紫と濃い青と緑ですね。可愛いですね。これ初めて見たので、ついつい買っちゃいます。あ、ごめんなさい。ついつい買っちゃいました。はい、続いてがこちらの桜のシールになります。可愛いですよね。これキラキラしている桜のシールなんですけど、桜ステッカーですね。ちっちゃいんですよ、柄が。なので、手帳のね、月刊のところにも、ちょうどいいかなと思って、買ってきてみました。はい。どうでしょうか？可愛くないですか？この、いろんな濃い、このね、濃いピンクだったり、ちょっと薄くて、薄いピンクで、これはね、もう本当にキラッキラしてる桜ですね。これもね、超可愛いと思って買ってきてみました。はい、で続いてこちらの桜の花びらですね。これも桜ステッカーですね。はい、ジャンコードがこちらですね。これもね、いろんな色のちょっと濃かったりとか、あとはこの白っぽい桜ね、色の桜の花びらになってます。で続いてがこちらのおねだりアニマル可愛いなと思って買ってきました。メモパッドって書いてあるんですけど、 75mm×75mm の100シートですね。はい、ごめんなさい。で、中はこんな感じです。人参が、で、ね。で、これね、他にもね、アニマルさんいました。で、私、ウサギ好きなので、ウサギのね、メモパッドを一つ購入してきてみました。はい。で、続いてなんですけれども、やっと見つけたんですよね。はい。こちらの、ソフトループ。という系統になりますね。柔らかいループで、ジャンコードがこちらですね。で、なんかぼやけるね。で、棒針が8号で、かぎ針が7号で、どうなんだろうな。はい、こんな感じのね、ループに、こう、毛糸にね、ループがついているような毛糸になってますね。引っかかるかなとは思ったんですけど、ちょっとね、これでポーチを編みたくて、これをね、一玉買ってきてみました。
で続いてが、あ、ごめんなさい、うんとね、これカラーナンバーがね、あ、カラーナンバー、色番が L3 のグレーですね。はい、ちょっと見てみましょうか。はい、で続いてがこちらですね、ソフトループのホワイトで、これ色番ですね、 L1 のクリームですね。はい、これもね可愛いですよね。これも単色っていうのが可愛かったので、ちょっとね買ってきてみました。で、あとこれですね、 L2 のベージュですね。ベージュと3種類ですね。はい、3種類買ってきてます。で、やっとこれもね、やっと見つけました。皆さんもうね編んでらっしゃいますね。はい、こちらのシャギーヤーンですね。なんだろう、ピント合わなくなっちゃったな。はい、テンコードがこちらですね。はい、でこれは447番のオフホワイト、すごいホワホワしてる毛糸で、このね少しこうシャギーのようになんかさっさって毛が出てる、これが多分特徴なんでしょうね。やっと見つけました。はい、でこの色番が1番のと、あとはこれですね、チャコールグレーですね、446番のチャコールグレーですね。あ、でこれははい、棒針だと10から13号、かぎ針だと7から8号ですね。これも可愛いですよね。で、これもね、あ、あともう一色ありましたね。はい。この水色もね、すごく可愛いんですよ。ホライゾンブルー。これもね、すごく可愛い色してました。で、一玉ずつ、今回ですね、こちら一玉ずつなんですけど、買ってきているのが、まだまだ在庫あったので、急いで買わなくてもいいかなと思って一玉ずつにしてみました。はい、で、これもね、やっと見つけた毛糸です。はい。グラデーションラメ。よいしょ。はい、ごめんなさい。で、新しくやっと見つけたのが、こちらのグラデーションラメですね。このね、やっぱりグラデーションが入っているのもすごく可愛いなと思って買ってきました。で、これはね、棒針5から6号のかぎ針が5号ですね。で、5号っていう割にはね、なんか糸がちょっと太いような気もするんですけど、まあでも5号6号ぐらいで編んでもいいのかな。ちゃんコードがこちらになります。で、これは67番のブルーですね。で、これを2玉買ってきました。で、見てください、この色の違い見てもらえますか。グラデーションなので巻きの部分によってはね、全然入ってる色がちょっと違う感じになります。多分ね、男女目系でこうすごい色が変わってるので、バッグとかポーチとか、まあバッグ編んだらすごいこう分かるんじゃないかなと思って2玉買ってきてみました。はい、これは 40g 入ってるんですね。で、あとはこちらのグラデーションラメですね、グレーですね。これも 40g ですね。で、これもね、色見たいので2玉買ってきました。なるべく違う色で巻かれてるやつを選んできたんですけど、これでねバッグを作ったらまた違う、はい、
またね違う感じのグラデーションになっていいんじゃないかなと思って買ってきてみました。はい、で今回購入してきたのはこれで以上になります。長々と最後までお付き合いいただいてありがとうございます。またね何か一つでも参考になるものがあれば嬉しいです。で今日も買ったねって思ってくれた方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントもどんどんお待ちしているので、どんどんねいろんな質問でもいいし意見でもいいし何でもいいのでコメントもらえればありがたいです。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。